はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。陽介様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日の都内は33度、池袋東口交番前に、包丁男が出現いたしました。警棒やですね、盾、拳銃を構えた警官5人で取り押さえて逮捕ということなんですけど、なんかこんなこと言ってますね。なんかたまにあの動画見たんですけど、このポーズやりたかっただけなんじゃないかと、って思いますけれども、38度とかだと、まあ暴れる気力も湧かないが、33度ぐらいだと、こういうやつ出てくんのかな、捕まってなんか死にたかったとか言ってるらしいんですけど、だったら一人で静かに死ねよって感じなんですけれども、人に迷惑かけてねえで、おまわりさんも大変になります。拳銃構えた警官も1名、もういいからこういうの売っちゃってください、売っちゃって、くださいよ。そういえば学校や金融機関にですね、設置されてる壁にかかってるさすまたって、交番では見ないような気がするんですけど、どうなんでしょう、あるのかな。学校のさすまたについて武道家、刃物を持って本気で暴れる狂人を一人で取り押さえるなんて素人には無理、立てなくなるまで複数人でボコすのが正しい使い方だそうで、世の中甘くないですね。だから取り押さえる訓練よりもあれ使ってボコス訓練、した方がいいんではないか。嘘が本当か知らないが、家康の話なんですけども、狂人が、まあ、気が狂って、城の中で、暴れ、腕自慢が見事に取り押さえたと、家康に褒められるかなって思ったが、逆にですね、さすまたや袖柄目を持ち大勢で取り囲み確実に処理するのが徳川家の家風、先走りよって怒られたそうで、確かに本当か嘘か本当か知りませんけれども、万が一逃したらね、恥になるわけで、まあ一理あるかな。一人、どんなに自信があっても一人で行っちゃダメで、いうようなお話ですね。今日13時から原発処理水放流開始だそうであります。なんか30年かけて流すって言うんですけど、いいじゃんねんな、ドバドバ流しちゃったらいいんじゃねえか、思うんですけれども、中国、韓国、北朝鮮と国内パヨさんたちが最後のあがきをしておりました。中国政府、何らかの対抗手段を取る、日本産水産物輸入を全面禁止、日本人はもっと魚食ってですね、漁師さんを応援しましょう、回転寿司でも何でもいいや、魚を食いましょう。韓国政府容認、最大野党の共に民主党議員たちは反対で、1000人集めて、まあ主催者発表なんで100人ぐらいだとは思うんですけれども、集めてですね、政府批判のろうそくデモを国会前で、開催したそうであります。こっちは日本を批判じゃなくて、容認した韓国政府が気に入らないってことで、国会前でやったみたいであります。世論です。なぜか慰安婦像も出てくるパターン。この人たちの資金源も韓国の生ポ、韓国最大宗教反日教、科学も海流も通じない、本当に火が好きな連中やな。ワンパターンで飽きたわ。何それ火の病、皮肉が効いてますね。半島で進化しまして、火が使えるようになったんですよね。嬉しくて、それがどこでも放火、集まる時はろうそく持参と、こういうことじゃなかろうか、思うんですけども、国会前のこの講義で使ったのは発光ダイオードだったので、大雨降ってたもんで、歴史と名前と顔面のみならず火も偽物かよと、共に民主党、本当は共産民主党って名前に従ったじゃないか。だがそれだとですね、白い黒党とか黒い白党とか、まあ矛盾してっからね、共産民主党っていうのは矛盾してっから、自由共生党、みたいな意味不明になっちゃう。共産主義なのか民主主義なのか、どっちなんだい、どっちなんだいで、諦めた。本当は共産民主党って、したかったじゃないか。ゴリゴリの野党系ということは、北朝鮮のスパイのスパイが市長をやってるソウル市、すべての水産物を
毎日標本調査して結果を公開と発表していました。まあ死の金でやんだろうな。世論です。大貯金数も調べろ。お前らの調査データは信用できない。雇用創出に貢献してるな。韓国原発が日本の3倍近くトリチウム出してるっていうのは分かってるんだが、自国のトリチウムのおかげで相当にいいデータが出ることを期待。自分らが撒き散らしてる分まで日本のせいにしそう。ああそれありそうだな。そんな金と暇あんだったらソウルのあのアスファルト調べてみたらどんだけ放射性物質含まれてるか。処理水とはあの比較にならない放射性物質たんまり混じってっからね。パクチョンヒ大統領時代極秘裏に核開発しておりまして、アメリカにバレものすごーく鼻血も出ないほど怒られまして、困った韓国政府、濃縮に失敗した放射性物質をアスファルトに混ぜソウルの道路を舗装することで事なきを得ました。ああ得てないんですけどね。現在でもそれあの放射能を放ってて、ソウルの被曝量はですね日本の10倍っていうのは有名な話であります。今でもパクチョンヒは暗殺で生を終えましたが、案外ねあのアメリカの仕業だったりしてね。処理水放出に抗議するため、ソウル日本大使館に複数名が侵入逮捕。若者って書いてありますけど、まあ大学生みたいな。もう放出は始まってんのに必死やなー、必死やなー、なんでこんな必死なのって。いち早く報道した共同ウイロー通信、犯人と仲間もね示し合わせてね、この日に入っからみたいな、世論です。何回目だよこれ。大使館引き上げてこいよ。マスコミは韓国のテロ攻撃にだんまりですか。いい加減大使館引き上げてきたらいいのに。若者、正義連に雇われました。正義連っていうのはあの慰安婦支援団体で、まあ北朝鮮のスパイ団体なんですけども、簡単に侵入させちゃダメだろ。大使館が入ってるのって雑居ビルだから。これねあの大きな建物あったんですけれども、度重なる嫌がらせとあの老朽化したんで、建て替えさせてくださいって言ったら、あの意地悪されてソウル市に、許可出してくんねえから、やむを得ずねあの雑居ビルに分散して入ってるそうであります。日本大使館、大使館閉鎖でいいんでない。射殺されてもおかしくない行動であることを示すためにも、たまには射殺しとけ。これは歴史とした領土侵犯だと。そうなんだよね。大使館に勝手にあの侵入してったら、そこはあの外国の領土ですんで、まあ、領土侵犯、射殺されてもあの文句言えない、いうとこなんですけど、たまに射殺しとけよ本当に。大統領に土下座させろ。韓国人のノービザやめえ。一応韓国政府は容認ということなんで、北朝鮮系でしょうね。若者とあるが、これやったらねあの就職に有利になるとかあるんだな多分な。活動家の辻元が議員になれたり、ニート室生がコラボで公金チューチューできたり、青切が三毛に出れたり、パヨのご褒美は存在しますよね。学術会議に入れたり、もう大使館閉鎖して断交しようぜ。韓国行く日本人は自己責任ってことで、今時ね、竹島が住んでる敵国の韓国に行くやつを、日本政府が保護する必要あるのかと。保護しなくて縁でないの、そんなやつは。敵国に喜んでいくようなやつは。フジテレビに出演した小野寺逸則元防衛大臣、中国は処理水は危険だ危険だ言ってるが、中国漁船が日本の領海ギリギリでせっせとサンマ漁、言ってることとやってることが違う。水産物の輸入は全面禁止したみたいですけど、自分が取るのはやめねえんだろうな。世論です。全部嘘さ、そんなもんさ。年々スーパーのサンマが痩せ細ってきている。まあ中国が取り巻くからかな、韓国とな。大きいの高い。来日して寿司食いまくってるし、量は知らないけどマジで食んな。自分らが取るのはよくて輸入品はダメとかも言い出している。自然放射能はよくて人工放射能はダメ的な。これあのラジウム温泉とか
ラドン温泉とかどうすんだよ、突っ込まれたパヨどもがですね、ひねくり出したへりくつで自然の放射能がいいんだとか言い出し、中国以外の販路を作れば解決、サンマだけじゃないぞ、サバだってアジだってやつらに取られまくっている。フジテレビはよく小野寺さんの暴露放送したよな。生放送でシャットダウンが間に合わなかったんでしょうか。中国みたいにいきなり画面真っ暗にする度胸はなかったんでしょうか。それとも韓国朝鮮はタブーだが中国は叩いていいっつ社風なんすかね。どういうわけか逮捕された時中国籍の何々とは報道されますもんね。韓国朝鮮はそれ言わねえで名前も言わねえで報道するのにね。パヨ伝統階層秩序を破壊します。手段は嘘と暴力です。これを国家がやってるのが中国ですよね。なぜ中国共産党、山賊にも等しいからね。そこが運営している国家ですから人殺しが嘘ついても驚かないでしょ。そういえばむしろ正直な人殺しって皆無とは言わないけれども多分激レアでしょうね。決して嘘はつかないけど人は殺しますっていう人いるかそんなのっていう感じ。毎日新聞、処理水放出野党反発。藤田文武維新幹事長反発してんの野党じゃなくて立憲共産な。指摘、我々は反対してないと世論です。維新と国民は賛成している。そりゃ立憲共産とは一緒にされたくないわな。これからはマスコミお得意の野党が反発ってフレーズ使えなくなるのか。社民ガン無視、令和社民も忘れないであげて。日本の敵が明らかに。立憲共産は中華の処理水には何も言わんだろう。立憲共産の意見をさも野党の全部の意見のように言うのいい加減やめろよな。全くな野党で一緒にされたくないですよね。立憲共産社民令和を指す言葉で今まで聞いたことがあるもの、野党、野党、特殊野党、特定野党、論外野党など、なんかいい故障ないもんかな。立教シャレっていうのはひねりないもんな。スパイ防止法に反対しだしたらスパイ政党って呼ぶ準備はしてんですけどね。皆さんなんかいい呼び名ないでしょうか。沖縄基地反対の新拠点浜テントが何者かに荒らされる。また不法占拠してテント張って居座ってるみたいですけど、意見があるならこういう方法じゃなくて、不法テントで活動してるお前らに言われたくない。大評判となっておりました。世論です。台風だ、修復がダメだったんだろ。勝手にテント張っちゃダメでしょ。違法テント荒らして何の罪になるの。違法テントを市が撤去したんじゃないの。不法占拠してんだから文句言えんだろ。台風で壊れ直したばかりだった、修復がダメだったんじゃないのそれ。直した直ってなかったんじゃないの。意見があるならこういう形じゃなくて質問状を出すなどあるはずだ。とか言ってるんですけど、違法テントを居座ることで政治的主張してる連中にですね、質問状っていうか話が通じるとは思えないんだよね。議論にならない。非論理的で、こういう方法でなくてこれぞまさしくですね、お前が言うなですわね。違法選挙の犯罪者どもが、もっとひどい目合いって感じ。こいつらもですね、子孫に残したくない我々の世代で絶滅させたい一品であるな。NHK 朝日新聞なんかと一緒にね、自民党プライム企業役員3割を女性に、昨日のニュースですけれども、有職女性3割、これ働いてる女性の3割が、本当は専業主婦になりたい、本当は専業主婦になりたい有職女性、これソニー生命調べですね。20代 41.7%、 30代 26.6%、 40代 29.4%、 意外にも40代の方が多い。30代はバリキャリで働きまくってるんですけど、40代は自分の限界が見えてくるってことですかね。50代 27.0%、 60代 17.4%、 これ有職女性ってくくりで、結婚してるかどうかは関係ないみたいであります。全体では 29.8%、 20代はさすがに結婚してお嫁さんになってみたいな
方が多いんだな、他の年代よりも。世論です。俺も専業主婦になりたい。主婦希望も大勢おるんやないか。そりゃできれば働きたくない。ジェンダーギャップ指数が改善するわけないわな。専業主婦の母ちゃん見てればな。専業主婦の母ちゃん、まあバブル世代の専業主婦の母ちゃん、優雅に暮らしてんの見てたら、まあそうなりたいなって思うのかな。俺の周りでは管理職になりたがる女性なんてほぼいない。旦那の稼ぎがよっぽど良くないと今時は無理だな。ですけどね、赤ちゃん産んでその乳児、まあ、1歳2歳ぐらいまでは目離せませんよ。専業主婦無理だなっつったって専業主婦にならざるを得ねえよ、これ。物理的に不可能だもんね。まあ育休とか、ありますけれども、これもね、私もですね、女は誰だって専業主婦になりたいよ。リアルで聞いたことあるんでガチです。アメリカではですね、専業主婦が増えてんだって。専業主婦志向も強まってんだって。女性が輝ける社会をに懲りたんだか飽きたんだか、まあアメリカを見習いって感じですね。つまり自民党のですね、役員3割女性ではほぼ完全に、完璧に、全くの余計なお世話。最近大失敗ばっかで決して減税しない自民党ね、支持率落ちて焦るといいなぁ。でもうちょっとネットで情報調べるなり、ネットのみんながなんて言ってんだか調べたりしたするようになった方がええんでねえの。完全に今岸田政権ってテレビしか見てねえもんね。そう思えるもんね。ああ情弱みたいな、なんでこんなことやっちゃうの。評判すげえ悪くなっけど、いいことばっかりでテレビしか見てませんよね。大東建託いい部屋ネット調べ、住んでみて満足ランキング、これ住みたいランキングじゃなくて住んでみたらよかった満足したっていう満足度ランキングですね。1位東京都中央区長久手市芦屋市文京区、福岡中央区武蔵野市って、三鷹とか吉祥寺とかあったかな。大阪市天王寺区港区目黒区、東川町、王子町、王子町、まあ浦安なんかもありまして、渋谷、名古屋、大阪中央区、京都中京区、灘、横浜市、大阪市北、西宮市、大阪、埼玉浦和、東灘区、印西、どっちだっけ市、千葉県、名古屋、品川、大阪西区、横浜西区、西強いね。まあこんなところが、国立、吹田、吹田、吹田、札幌中央、神戸中央、三鷹、あ、武蔵野市が吉祥寺で、三鷹は三鷹市か。杉並、福岡西区、世田谷区、西区強いですね、なんかね。港区、渋谷区が、そうでもないのは、住んでみたいと、住んでみたらこうだったの違いでしょうかね。全国には1718自治体あるそうで、トップ50に入れたのは優秀ですよね。我が豊島区は入れませんでした。池袋は華やかなんですけれども、中心部を離れるとですね、古い木造が密集している地区多くて、人口密度世界一、独居高齢者率世界一っていう特殊事情もありまして、住民税非課税世帯、つまり年収200万円以下が、29万人しかいないのに豊島区10万世帯あるっていうですね。1人1世帯っても限らないから、まあ多くは年金生活の高齢者なんでしょうけど、まあ29万人
で、10万世帯が住民税非課税、年収200万以下という特殊事情、これはあの高齢者いっぱい住んでて、まあ、高齢者に優しい町、高齢者が住んでてもいい感じの町とも言えますけれども、メール党員の皆様はご自分の地区がランク入りしているかどうか、メールを送りますんで、ご確認ください、というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてですね、毎日届く、読むだけで頭が良くなるーメールを、ご購入くださり、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン、ひっくり返し、これ